エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。
エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上城エンタープライズが運営しております。
私知らん。じゃあ遅いよ、何してたのよこんな危ない場所で。ブルーボックスは来てますよ。ちょ、信じない。あいつそういうとこあんだよね。事故大体何、白い少年の幽霊っていうか電脳恨めしや。ドアショー、ちょ、ビビりすぎだってのな、なんだ新たじゃん。たく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てん。その、こんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つうか初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、ちょ、自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だ。ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいん。え、幽霊探してた。ま、そのついでに。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。ハッキングだ。チッ、俺ので最近ハッカーたちに ねえデジ。ああ、オタクが興味津々だった。そのデ、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。あ、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。え、デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ私たちハッカーになっちゃったわけ。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。な、何よそれ。逃がすかよ。これ、さっきのこれもハッカーの仕業。先へ進めってこと？